でも離婚って同居の言い訳にはなるよね。タズさん、別れたお父さんとお母さんは何て言ってるの？もっとおとなしくしなさいとか言わないの？会っておりませんので。タズさん、しっかりしろ。冷たい娘だね。タズさん、こんな奴らに負けちゃいけない。桜の選手、桜の選手が演技開始直前に何か喋っているところを何度か見かけたんですが、あれは何を言っているのか教えてもらえませんか？僕たちの秘密の会話に気づいてた記者がいたなんて。秘密ですか？大したことはありませんけど、ただただ何です？バカの耳には聞こえない話だと申し上げておきましょう。いいお話をありがとうございました。そうよ、私がバカやタコに気をもむ必要はないんだわ。私は桜の達だよ。せっかくこういう機会をいただけたんですから、皆さんにはっきり言っておきましょう。確かに桜の達さは嫌な女かもしれません。しかし非常に残念なことに、あなたたちのような低能で醜悪極まる人間にはどうあがいても慣れっこないんです。どうかご理解ください。そこまで言うならメダルは必ず取れるんだろうな。低能の上塗りですね。どういう理由でメダルなんて話になるんですか？そういうからにはメダル取れなかったじゃ済まされねえんだよ。へえ、じゃあメダルさえ取れば何を言ってもいいわけね。それをへりくつとか。はい、次の質問は。あえて首藤選手を落としたからには君はメダルを取る責任があるだろう。だから三城監督だって君を選んだんじゃないのか？買収だの、両親の離婚だの、くだらない質問はもうよろしいわけですね。皆さんがお利口でよかったわ。ああ失礼。メダルの件ですね。三城監督の真意は存じません。なんなら直接本人にお尋ねになったらいかがですか？私はただの選手ですから。敗北宣言ってこと？メダルは無理だ、選んだ奴が悪いって？どこをどう聞けばそんな話になるんです？ちゃんと私の話理解していただけてます？メダルが取れないんなら君が出ても無駄だよ。オリンピックに参加する日本選手の、いえ全世界の選手全員に、その愚劣極まりないセリフを聞かせて差し上げたらいかが？一つ聞きたい。君は何のためにオリンピックに出るのか？自分のキャリアのためですよ。他の支援してくれた人や競い合ってきたライバルたちのためという気持ちはないの？あるに決まってるでしょ。いちいち説明されないとわからないんだったら記者なんかやめちゃえば。私は実力で代表の座を勝ち取りました。それを奪ったの、盗んだの、買い取っただのって、あなた方低劣無能醜悪なくせに根拠のないプライドとエリート意識だけはあるマスコミ人間のひがみと嫉妬、それが理由なら理解もできますけど、身の程って言葉ご存知？おやめなさい。そこまでにしていただけますか？皆さん、これはもう会見とは言えません。打ち切らせていただきます。やってくれたね、桜野さん。さすがにここまで騒ぎになっては協会も黙っていないでしょう。沙汰があるまで謹慎していなさい。オリンピック日本代表に選ばれた桜野選手が今日午後記者会見で悪態をつき、おい桜野達也だぞ。私は顔を隠さなきゃならないようなことなんかしていない。分かっている。100億ドルの桜の携さがそう簡単に花の看板背を晒しちゃいけないってことさ。たずね、
代表取り消しだと思う。まさか。正直に言えば、まだ決まったわけじゃない。これをやったら代表剥奪ってことをやっちゃったのよ。僕もタズサだったらやってたさ。なんで私こんなに。タズサ、いつもそう。いつも私うまくやれない。ママ、絶対絶対見ていてね。成功してみせるから。ごめんね、タズサ。ママ、もう行かなくちゃ。だって、パパがまだ。言ったでしょ。ママとパパは別れて住むことになったの。タズサなら分かってくれるわね。うん。だから私、賭けをしたの。うまく飛べたら、ママは戻ってくるって。僕に体があればいいのに。そしたらタズサを抱きしめてやれるのに。もちろん今のタズサじゃなくて、幼くて可愛くていじらしい頃のタズサをね。私としたことがあんな奴らとやり合ったくらいで落ち込むなんて、リアの足元にも及ばないわ。リア・ガーネットが？ええ、傲慢発言においてはこの桜のタズサの上を行くわね。へえ、タズサよりね。決めたわ。明日からまた練習する。教会の決定がどうであれ、そんなの気にしちゃいられないもの。そうそう、その調子。それでこそタズサだ。でもそういえばさ、なんでタズサ一人で会見に出なきゃいけなかったんだろう。ん？三城監督も高島コーチもいたのにさ。え？ああ、よくやってくれた。十分だよ。これ全部いただくわ。25万7800円になります。ああ、特ダネだよ。明日明後日中には絶対だ。おお、間違いない。確約をもらってるんだぜ。はい、丸山。え、ほぼ決定。明日発表。おめでとうございます。これであいつの選手生命も。はい、はい、大々的にトップ記事で。はい、お待ちしております。この間の店で。やったわね。よし、乾杯だ。桜のタズサに乾杯。こりゃ確かに低劣無能、醜悪なくせに根拠のないプライドとエリート意識だけはあるマスコミ人間だよな。タズネ、ご飯だよ。タズネ。はい、高島で。はい。あ、本当ですか。アイススケート協会副会長がオリンピック代表選手の桜田さんに会見を拒否したという疑惑が持たれています。記者に桜の選手の不利な会見になるような指示をしたというのは本当ですか。いや、それは桜の選手の代表権は変わりませんか。はい、それはそれを。もしもし。というわけよ、桜のさん。三代監督。代表選手は桜のタズサのまま。あの、これは一体どういうことなんですか。新田和也ってフリーライターが知らせてきたらしいわよ。悪運も運のうちって言うけど、本当恐れ入るわ。あなたの態度にも問題があったとはいえ、風向きが180度変わるでしょうね。イヤッホー。一つ聞きたいことがあります。そもそもなぜ私が選ばれたんですか。ほら、そんなこともわからないの。才能よ。8位入賞を念頭に置くんなら私も間違いなく紫藤さんを選ぶわ。けどメダルという話になれば別よ。メダル？全日本悪くなかったわ。何か一つ乗り越えたんじゃないの。石膏仮面がシリコンくらいにはなっていたもの。新田さんに伝えてもらえますか。
桜の田草は借りは返す女だと。負けず嫌いは好きよ。そうよ、絶対に返すわよ。ひょっとして私に気があるの？ピート、僕は新田となんかキスしたくないって、それひょっとしてやきもち？次回、トライアングルラブ。